忘れたのか。さくらだよ。ああ、店閉めたんだが、店の表札を裏返すのを忘れてな。戻るのも面倒なんで、お前やっといてくれ。おいおい、そろそろ自分の立場理解しろよ。まあいろいろ思うこともあるんだろうが、ここに住む間は俺の話は聞いとけ。それじゃ、表札の件頼んだぞ。学校行く気はあるらしいな。まあ飯くらいくれてやる。客が来る前に済ませろよ。なんだその顔は。いいから食え。そろそろ行った方がいいだろ。そりゃどう思う。さっさと行け。迷うと遅刻するぞ。ああ、外の札オープンに変えといてくれ。勘違いすんなよ。お前の義務だ。とっとと行け。迷うと遅刻するぞ田舎もん。
まいったな。雨なんて言ってたっけ？うん？降ってんの？急にだよ。春先はこれだから。そういや、傘持ってったのか？何？誰の話？別に。ご注文は？ブレンドちょうだい。昨日の地下鉄事故の影響を受け、現在も各線で大幅なダイヤの乱れが続いています。最近物騒な事故が続くよね。ほら、そのニュースで言ってる地下鉄の事故さ、同僚が巻き込まれて入院しちまってね。っていうかちょっと不気味だよね。事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。へえ。おはよう。学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。ああ。くそ、変態教師が。変態教師。なんだよ、鴨志田にチクる気か。は？今の車だよ。鴨志田だったろ。しやがって、お城の王様かよ。そう思わねえか。いや、例えだろ。マジで言ってっか。お前囚人だよな。は？他にねえだろこの制服。2年か。ダメかよ。見ねえ顔だな。もしかして転校生か。じゃあ知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。帰りてー。
あの日大きな地下鉄事故があったわね。覚えてるでしょ。巷で精神暴走事件なんて呼ばれてる騒ぎ知ってるわね。そんなはずない。ニュースでも取り上げられたし、犠牲者には君の高校の保護者もいた。耳に入ってきたはずよ。あの日君はまだ単なる学生だったの。質問を変えましょう。転入先は囚人学園だったわよね。都内じゃどこにでもある平凡な進学校、そのはずだった。あの頃一体何があったの。正直に全てを話しなさい。間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ。中入って聞くしかねえか。おかしいな、学校が。そのはずだぜ、門に囚人って書いてあったしよ。どうなってんだ。県外、どこ来ちまったんだ。看板、学校のだったよな。ビビらせんなよ。誰だお前、生徒なのか。つーか、かっこすげえな。鎧本物か。黙ってねえでなんとか言えよお前。おい、なんだよ。そんな空気かこれ。こいつら、やべえ。落ち着けって。タイム、逃げるぞ。グズグズすんな、行け。くそ、おい、何なんだよこいつら。いった、俺んだろうが。何してくれんだよな。連れて行け。大丈夫か。ああ、なんとかな。どうやら夢ってわけじゃねえようだな。くそ、何なんだこれ。おい、出しやがれ。誰かいんだろ。どこだここ。
なんかのセットか？なんだ今の。おい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 、なんかヤバくねえか。おいおい、あー、おい、くそ、え、喜べ、貴様らの処刑が決まった。罪状は不法侵入である。よって死刑に処す。はあ、俺様の城で勝っては許されない。え、まさか鴨志田か。ただのコソ泥と思ったら、坂本、貴様だったとはな。また逆らうつもりか。貴様ちっとも反省してないな。一人じゃどうにもならんと、今度は仲間を引き連れてきたのか。お前ふざけんなよ。王に向かってその口の利き方は何だ。貴様、自分の立場が分かってないようだな。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。処刑だ、連れ出せ。やめろ。くそ、付き合ってられっか。逃げんぞ。いった、いいから逃げろ。こいつらマジだぞ。ほう、貴様逃げるのか。随分薄情な仲間だな。仲間じゃねえ。ほら早く行け。どうした、おじけづいて逃げられないか。取るに足らない小虫が。俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。クズ、ゴミ失礼。さっきまでの威勢はどうした。このゲロ殴る価値もない。俺様が誰かわからないか。腹立たしい目を。あいつを殺したらすぐに殺す。あんた、やめろ、死にたくねえ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした、見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それともあれは間違っていたのか。届けたり。契約だ。我々の道、汝は我々。
俺が信じた正義のためにあまねく冒涜を顧みる者よ。その怒りに我が名と共に生き放て。たとえ地獄に繋がれようと全てを己で見定める強き意志の力を。殺せ。なんだと。そんなに殺されたいか。いいだろう。逃げんぞ。先に行け。ほら。おぶれ、毒目だ。おい、絶対に逃がすな。ふざけるな。ああ、
おい、よっしゃ。どうした？おいおい、こんなとこ渡れんのか？つっても他に行けるとこもないか。よし、一気に渡っちまおうぜ。おっと、こいつ、お前ら城の兵士じゃねえな。こっから出してくれ。ほら、そこに鍵あるだろ。外出てえのはこっちなんだよ。てかお前どう見たって敵だろ。捕まってんのに敵なわけないだろ。助けてくれよ。猫じゃねえ、次行ったら許さんぞ。もう来やがった。くそ、圏外だ。外と連絡つかねえのかよ。一体どっから出れんだよ。おいお前ら、出口が知りたいのか。出してくれれば案内するぞ。捕まって処刑は嫌だろう。嘘じゃない、本当だって。どうも調子いいなこいつ。二人だけで出られるってんなら好きにしろや。どうするよ。マジなんだろうな。早くしないと捕まるぞ。仕方ねえ。シャバの空気はうまいぜ。出口はどこなんだよ、化け猫。猫って言うな。我が輩はモルガナだ。うっせ、早くしろ。また閉じ込めんぞ。分かってるよ。ついてこい、静かにだぞ。もう四限じゃない。さくらさんは家出たって言ってるし、警察に連絡した方が。いや、そんなの余計面倒なことになるし。
ふん、本当厄介なこと押し付けられちゃったな。しゃあね、ついて行ってみっか。何やってんだ。決まってるだろ、橋を下ろすんだよ。クセッケのお前、金髪より飲み込みが早そうだ。ちょっとこの像を調べてみろ。こんなわかるかよ素人め。さっさと行くぞ。うわあ、うわあ、やべ、来た。飛んだ素人め、じっとしてろ。おいお前、戦えるんだろ、やるぞ。来い。お前もそれ出んのかよ。速やかに黙らせてやる。シャドウめ、迎撃態勢に入りやがったな。我が輩たちを殺すために本気を出してきたってことだぜ。支援してやるから死ぬ気で戦え。行くぞ。エルソナ。やってやる。やっぱり素人だな。戦いってのはこうやるんだよ。意を示せ、ドロー。何その子。弱点に攻撃して敵をこかす。その隙をついてさらに動く。基本中の基本だ、覚えとけ。ほら、さっさと突破するぞ。ゴロ。一歩前進だ。その力で目的達成だ。お？よし、いいか。その格好どっかで見た気が。あ、くそ、頭がパニックって出てこねえ。行くぞ。待てって。何なんだ、早くしろ。こいつら確か他人の心配してる状況かよ。それにそいつらは見つけたぞ。言わんこっちゃねえ。
して助かるぜ。あっちもやる気みてえだな。ペルソナ食らえ。ペルソナ食らえ。いいぞ見える。いいぞ、よく返して。なんか帰りたくなってきた。よし、新手が来る前に逃げるぞ。待てって、こいつらこんままじゃ。お前、本当に何も分かってないんだな。いや、説明してる暇はないか。おい、我が輩は行くぞ。ついてこないなら好きにしな。わかったよ、畜生。こっちだ。着いたぞ。やっとか。助かった。アカネ、てめえ騙しやがったのか。慌てんな、こっちだ。ま、待てよ。おい、どっから出んだ。窓もねえぞ。これだから素人は、こんなの基本中の基本だぞ。そう、もうお先も毛並みも真っ黒って。誰がお前らと心中なんてするか。通気口だよ、通気口。一人ずつならギリギリ通れるはずだ。なるほど。ってことは、あのハマってる網を。せーの。うっ、やべ、敵に聞こえてねえよな。やっとだぜ、マジ。喜ぶのは出てからにしておけ。さあ行けよ。行けよって、お前は。我が輩はまだやることがあるからな。ここでお別れだ。そっちこそ気をつけろよ。じゃあな。あいつら使えそうだな。我が輩の見立てが確かなら、あのクセッケの方は特にな。俺らどうなった？ホームに帰還しました。お疲れ様でした。は？帰還しました。逃げ切れたってことか。もう何が何だかよ。何だったんだよあれ。城とか鴨志田とか妙な猫とか、どうなってんだよ。でかい声だな。お前ら囚人の生徒か、サボりか。あ、違うって。学校行こうとしたら変な城で。なんだ。おい、カバン出せ。おかしなもんやってないだろうな。なんでそうなんだよ。君は友達か。嘘言うなよ。ちゃんと説明しろって。だから俺だってわけわかんねえんだって。囚人の前なら通ってきたよ。おかしなところはなかった。それ以上デタラメを言う気なら学校に連絡するぞ。お前からも何か言えよ。いや、そうじゃねえだろ。ま、待てよ。マジかこいつ。行きゃいいんだろ。
国交省が辞任表明。これで新島さえ、そういえば彼女今は泳がせておくか。マジかよ、同じ道来たはずだろ。どうなってやがんだ。どうなってんだはこっちのセリフだ。歩道の連絡あったぞ。あの警官結局作ったんかよ。お前が一人じゃないとは珍しいな、こんな時間まで。どこほっつけ歩いてた。城？まともに答える気ないわけか。城がどうしたって。鴨志田。のんきだな坂本、陸上の朝練やってたこととは大違いだ。うっせえてめえが。鴨志田先生になんて口聞いてんだ。お前なもう後ないんだぞ。向こうが煽ってきたんだろうが。本当に退学になりたいのか。とにかく事情聞くからな。はい。はあ、ふざけんな。私も配慮が足りませんでしたし、ここは寮生媒ってことで。え、いや、まあ鴨志田先生がおっしゃるなら。とにかく来なさい。大遅刻は事実だ。わかったよ。ところで例の転校生ってのはお前だな。どこかで会ったか。ん？そうか、駅前で見たな。まあ今日だけは多めに見てやる。校長から聞いていると思うが、問題を起こしたら退学だからな。冗談のつもりか。面白くないな。まあいい、早く職員室へ行け。川上先生も待ちくたびれてるだろう。新しい学校生活せいぜい楽しめよ。学校が古城に？喋る猫？まさか過剰投与で幻覚が見えてるの？ふざけてるなら承知しないわよ。話を進めさせてもらうわ。怪盗からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育顧問の鴨志田卓。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた許されざる犯罪だった。自供の裏も取れたわ。でも転入したての君には因縁なんてなかったはず。なぜ狙ったの？それは通らないわね。もう一度よく思い出しなさい。
はあ、君ね、初日から半日遅刻って、説明してくれる？今お昼よ。君ん家からなら歩いたって着くわよ。確かに事故でダイヤ乱れてるけど、遅れすぎよ。ちゃんとしてよ。昨日念をされたでしょ。というかさ、あの坂本くんと一緒にいて補導されたって聞いたんだけど。はあ、関わらないでよ。問題児なんだから。彼も部活で陸上に打ち込んでた頃はああじゃなかったのに。まあいいわ。休み時間もうすぐ終わりだし、地下鉄事故の影響で今日は5時間目までだから、授業の前に自己紹介してもらいます。ついてきなさい。ところで自己紹介のことだけど、嘘でもいいから真面目にね。余計なことは絶対言わないで。もしかしてあの人？え、噂の？いきなり大遅刻とか、やっぱやばい。普通に見えるけど。目合わすと殴られるかもよ。静かに。転入生を紹介します。今日はその体調不良ということで午後から出席してもらいました。じゃあみんなに一言お願い。おとなしそうだけど切れたら。だって障害でしょ。その席はね、あそこね、空いてるとこ。悪いんだけど近くの人、今日は教科書見せてあげて。最悪。嘘。見た？知り合いなのかな、あの二人。転校前から手出してたってこと？それ鴨志田先生と二股じゃん。もうさ、さすが高牧さんだよね。つうかあの空間やばいよね。あ、そうだ、あさって球技大会だったんだ。クラス変わったばかりだから親交を深めてね。さーて、じゃあ授業を始めますか。日直。起立。どうしたの？はあ、ちょっと君大丈夫？あと、もう噂になってるみたいだけど、言ったのは私じゃないから。ほんと勘弁してほしいわ。なんで私がこんな目に。寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。さくらさん、怒ってたわよ。ああ、あと坂本くん、あのことは噂をすれば。何の用？今日補導されたんですって？うっせえの、なんでもねえよ。頭も黒くしてこないし。すんませんっす、屋上で待ってる。ああ、見たでしょ、関わらないでよ。なんであんな生徒を編入させたんです？早速坂本とつるんでましたよ。前歴のある生徒と暴力事件の張本人だ。これじゃいくら私が学園に貢献しても意味がないというものですよ。そうおっしゃらずに。この学園は鴨志田君頼み、あなたはうちの花です。ただ
花の裏で地道な積み上げも必要なんですよ。校長も辛労が絶えませんな。そういうことでしたら結構。これからもご期待には応えてみせますよ。来たな。悪かったな、呼び出して。どうせ川上に言われてんだろう。俺に関わるなとかさ。お互い様だろ。聞いたぜ、前歴あんだって。噂になってるよ。道理で肝が太えわけだぜ。あれ、何だったんだ。城で殺されそうになったやつ。夢じゃねえよな。お前もだよな。まあ死ぬ夢ってあるしな。つか夢とはいえ鴨志田から助けてくれたよな。とりあえず礼言っとくわ。けどあそこで見たかもしだ。お前は知らないだろうが、野郎には噂があるんだよ。そう、がたいのいいもじゃもじゃ頭、城でえばってやがったやつだよ。バレー部の顧問だが元メダリストで、部も全国行ってっから誰も何も言えねえ。あの城の鴨志田が王様とか、そこが妙にリアルっつうか。あの城また行けんのかな。ああ夢だ夢、夢に決まってろ。付き合わせて悪かったな。話は終わりだけど、俺ら似た者同士かもな。問題児同士気合いそうだぜ。俺坂本龍二な。見かけたら声かけっから仕方すんなよ。じゃあな。
おい、学校から連絡あったぞ。初日から半日もサボったって。みんなそう言うんだよ。とにかくおとなしくしてろ。何かあったら人生終わっちまうんだ。保護観察って意味分かってるか。ったく。おう、どうした。なあ、店閉めたとこだ。ちゃんと30分で行くってば。何ぼーっとしてんだ。さっさと上がって、まあ、早く寝ろ。違うって、男だよ。バイトを雇っただけだって。鍵かけて、それと電気消しとけ。忘れんなよ。ああ、今出るからな。だからただのバイトだってば。つけておこう。